来ましたよ、昨日坊主頭で、紹介します、松山千春。ちいちゃん、ちいさま、お前らまだ歌ってもいないのによくそこまで盛り上がれるね。うつむきかけた「あなたの前を静かに時は流れ」
皆さんお元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。しかしおい、高雪はすごいな。こんな山の中でさ、はあ、びっくらくかな。こうやってお前ずっとイベントやってきたんだからな。けどよ、高雪もすごいけどよ、それに付き合ってきたお前らはもっとすごいな。いやいや、もう感動しますよ。後ろの方見えてるか。この綺麗な姿形が、デビューしてから33年、こんなにビジュアルが変わってしまって誠に申し訳ない。ああ、コーセスのサマービクニックフォーエバー、まあ、イン妻恋、お前らもよく我慢してきたね。もう一時はどこへ連れて行かれるかなみたいな感じだったろ。なあ、前の連中よ、なあ、後ろの連中、その横のへばりつきな。お前らお前最後までな、しっかり聞いてやってくれよなあ。ほんでとりあえず高雪還暦おめでとうございます。今日は季節の中ではこれ高雪からのリクエストだったんです。ここで、千春ギター一本でやってくれって言われて、まあ途中まあ聞き苦しいところもバカ野郎、それがフォークシンガーなんだから。当たり前じゃないかお前、自分で弾いててもあ無理をしているなと思ってんだから。